度は揺らして持ってってくる、はい、自分の足にぶつけない、はい、ブラン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 、おお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 、はい、というわけでどうもありがとうございます。こぼさなかったやったねということで皆さん拍手、どうもありがとう、じゃあ席に戻ってください。はい、私もやりたいと思います。1回転はしない、なぜなら1回転して苦い思い出があるからやらない。はい、さあこぼれなかったね、うん、これは音が前から濡れてたとちょっとこぼれた、あ、今ちょっとこぼすと直接持って運ぶとこぼれちゃうんだけど、紐にしてこうやって持つとこぼれない、ゼリーみたいな感じなの。どうしてなのかっていうと、こうやって揺らした時にちょっとね、この瞬間がこぼしやすいな、こうやると、うん、お盆のね、そこの動きと一緒にコップの中のリズムを動きます。なので、まあ、水にすれば動いてない感じがするんですね、はい、なのでこぼれないというわけなんですね。で、この方法をうまく使ってちゃんと生活にね、役立ててる国があるんです。皆さん、ピラミッドがある国どこですか？ちょっと、そうなんですね、エジプトとかオランダ、トルコとかね、インドとかそういったところではチャイっていうね、飲み物があって、だから出前をしてくれるんだそうです。お茶頼むとね、でそこのひげを生やしたおじさんとかお兄さんがこういうのを持ってこうやってね、配達をしてくれるということなんです。